J1 の鹿島アントラーズは10月6日、ランコポポビッチ監督とミラン・ミリッチコーチの契約解除、強化責任者を務めていた吉岡宗茂フットボールダイレクター、FD の退任を発表。9日には中野正輝コーチが新監督に就任、プログループマネージャーの中田浩二氏が新 FD として強化部のトップに就いた。また、 元山正志アカデミースカウトとクラブ OB の羽田健二氏のコーチ就任も合わせてリリースされている画像鹿島アントラーズの歴史を彩った名手たちと歴代ユニフォームを厳選ショットで一挙紹介大きな岐路に立つ鹿島にクラブ OB は何を思うのか1997年から2006年まで所属した間に数多くのタイトル獲得に貢献した元日本代表の奈良橋講師が 古巣への本音を語ってくれた。ポポビッチ監督とミリッチコーチの契約解除、吉岡 FD の退任を知って、率直にめちゃくちゃ衝撃を受けました。確かに26節から6試合勝利なしと、スタメンを固定してしまった弊害が終盤戦に出て結果が伴わなくなっていましたが、リリース前日の10月5日に行われた J1 リーグ33節のアルビレックス新潟戦では4対0で勝利。 練習でもトライしていた3バックのシステムで久しぶりの白星をつかみ、チームを立て直せる兆しが見えた矢先だっただけに、驚きが大きかったです。新たな3・4・2・1のシステムと、従来の4バックを併用すれば、今後への期待感も膨らんでいました。前半戦は2位と首位争いに食い込んでいましたし、夏に佐野海修選手が欧州移籍したのも後半戦に苦戦した一因かもしれませんが、 それは海外挑戦が活発化した現代では鹿島に限った話ではありません。むしろ、四年系選手のボランチ抜擢や大卒ルーキーである能の君と選手の台頭、名護慎太郎選手や諸岡修正選手の活かし方も評価すれば、ポポビッチ監督の貢献は大きかったのではないでしょうか。ただ、これはあくまで個人的な見解なので、 クラブとしてはポポビッチ体制を継続した場合の明るい未来が見えなかったのかもしれません。契約解除のタイミングとしても、インターナショナルマッチウィークでリーグが一時中断する今しかなかったんだと思います。クラブ上層部の決断に、内部の人間ではない自分は何とも言えませんが、カシマ・アントラーズが大好きなだけに、またか、という本音は正直、否めなかったです。 2020年のザーゴ監督から始まり相馬直樹監督レネ・バイラー監督岩政大樹監督そしてポポビッチ監督と結果が伴わないと監督交代が繰り返される近年は鹿島を応援する僕としても歯がゆい気持ちが続いていました。